こんにちは、デモンストレーターの田原栄一です。今日は新しい双眼鏡をご紹介いたします。健康のウルトラビュー EX コンパクト 8×32 と 10×32 という2モデルですね。いずれも軽さ 370g 前後ということで非常に軽いということなんですが、今までやっぱりコンパクトで軽い双眼鏡というとここの対物レンズの径が小さいということがネックになるんですね。 25mm 径あたりというものがあるんですけども、そうすると入る光の量が多くないので、どうしてもライブやコンサートのような暗い会場だと色がはっきり見えない、なんか見た目が暗いという問題が発生したんですけども、これはですね 32mm 口径と非常にもうハイスペックな双眼鏡なんですけども、軽く作ったというところがポイントなんですね。そして軽く作ったというだけではないんです。このね、外装、これね、滑り止めのラバーっぽい素材になってるんですが、これ単に素材がこういう滑り止めなだけじゃなくって、抗菌剤が入ってるというところがポイントなんですね。抗菌剤が入ってるために菌が繁殖しない、いつまでも清潔に双眼鏡を持ち運んでいただけるというところがポイントなんです。軽くコンパクト、しかもね、これコーティング、フルマルチコートということで、前からご覧いただくとこうやってコーティングの緑色が見えると思うんですけども、非常に見やすい、明るいというところがポイントですね。これダハプリズムタイプの双眼鏡ということで、これがまっすぐな鏡筒になっているわけですけども、ダハプリズムにもフェーズコートというコーティングが入っていまして、より見やすいということが考えられています。ストラップもしっかりしたストラップがついていまして、この片当ての部分はネオプレンゴムでできていて、軽く持ち運べる、クッションも効いているというところもポイントです。付属の双眼鏡ケースなんですが、ストラップで持ち運べるのと同時にベルトループもついてますから、腰のベルトに取り付けて運ぶということもできますね。8倍モデルにするか10倍モデルにするかというのは悩みどころです。重さは実は10倍モデルが 370g、 8倍モデルが 375g ということで、8倍モデルの方が 5g だけ重いということがあったりするんですけども、ほぼ同じというところで、一般的には8倍の方がブレが、手で持っている時にブレが感じられづらいので見やすい、だから8倍の方が多いんですけども、人よりもちょっと大きく見たいなという方は10倍という選択肢もありますね。ほぼ同じ大きさで2タイプ選べるというところもポイントだったりします。健康のウルトラビュー EX コンパクト、健康が考えているこのライブやコンサート、スポーツ観戦といったシーンに最適、ベストチョイスな双眼鏡です。バードウォッチングでもね、これだけ小さいものを探している方には向いているかと思います。ぜひ健康の新しい双眼鏡ウルトラビュー EX コンパクトチェックしてみてください。しかもね、これら防水設計になってます。ライブ会場でもね、例えば野外フェスみたいな時に雨が降ってきたらどうするんだって問題がありましたけども、そういう時にも安心。もちろんバードウォッチングでも安心。そういう安心して使えるというところもポイントですね。